私は40年間妖怪の漫画を描いてますけども、そもそもの始まりはこの町にのんのんばあというこのばあさんがいたからです。のんのんさんっていうのはこう仏さんという意味で、仏さんを拝むばあさんというわけですけども、この人がばかにこの妖怪に詳しいんです。で、私の子供の時にそのものすごくそのたくさんの妖怪を実地にその教えてくれるわけです。それから私は非常に妖怪に興味を持つようになったんです。で、このドラマはですね、昭和7年頃から始まります。すなわち 2.26 次元とか満州事変のあった頃ですね。戦争の気配の少しずつ近づいている時代ですが、我が町の町内のガキ軍団はすでに隣町との戦争の真っ最中でした。逃げ逃げろ、竹安組だ。ちょるとこだ。食う？お前らも一緒に食わんかい。さあお入り。見たか？お鬼だ。お入りと言っちょるのに。さあこんならこっちから行くで。助かってやろ、のんば。怪我しちょらんか？うん。それより、なんか食わしてくれ。腹が減って死にそうだ。すまんな。食べ物はなんもないんだ。景気悪いんか？おがみてじゃもう暮らしていけんようになったけん。今日から、しげさんとこのうちで働かしてもらうことになりましてな。家に来るんか？泊まるんか？へえ。ああ、ええな。それだったら毎晩お化けの話を聞かせてもらえるんだ。ああ、ええな。やったやった。早く夜になれ。やったやった。のどんば、早く。母ちゃん、のどんば来たで。はーい。いらっしゃい。
ぞよろしくお願いします。こちらこそ。どうせまともなお給金あげられないんだから遊び遊び働いてな。と言ってこき使う。なんか言った？言わない。じゃ早速で悪いけどお風呂沸かしてもらえるかな。しげる、足拭いて上がんなさいよ。さっき包丁でね、指切ってすりこきが持てんのよ。じゃあの味噌すりましょう。頼むね。あ、そこの下に亀が入ってるから。へへ、助かったわ。夜になったらお化けの話だべ。俺聞きたくない。この前は便所に行けなくてねしょんべんたれだもんな。ありゃ去年じゃ。去年でもこの前だ。やーいしょんべんこぞー。ごめん。いける。算術の試験どげだった？え、あれはまだ戻ってこんな。嘘、安子ちゃんが戻ってきたって言ってたで。95点だってニコニコして見せてみ。5点。逆に見てるんじゃないか。あ、そうか。アホ、逆さに見ても同じだ。何を笑っちょるの。こげな成績じゃねえ、中学になんか行けんだけんね。ええ、俺は高等小学校で。そげな望みの小さかことでどうする。お父さんはね、境港で初めて東京の大学を出た秀才よ。私だって聖火名字台頭御免の家系で、家紋だってお殿様の裏紋をいただき、蔵だって三つもあった。休暇なんだけんね。でも今は落ちぶれちょる。なんか言った？言わない。でも父ちゃんは東京じゃ歌舞伎や活動写真ばっかり見ちゃったと言っちゃったけど。それは冗談って言いなったの。頭のええ人はね、そういうこと言うもんなの。へりくつばっかり言うちょらんで。二度とこんな点数取ってきたら晩ご飯抜きだけんね。でも算術は得意じゃないし、それに1時間目だったけ授業に間に合わんなかったんだ。それは朝ごはんを5杯も食べちゃおるけでしょ。食べたいんだもん。だったらなぜもっと早起きんだ。起きられん。夜更かしするからよ。ゆうべだって12時過ぎまで起きちゃったでしょ。不思議島の冒険の続きを書いちゃったんだ。できた？うん、学校で仕上げてきた。読むか？読ませて。ちょっと待った。うわっ、ねえ、ゆう、今度はお母さんが先に読む番だったでしょ。わかった。もうかげた。あたしこのカッパの一平くん大好きなんだ。かわいいが素直で。もう少し勉強しなさい。それから机の上もきちんと片付けて。どうしてそんな変なもんばっかり集めてくるの。え、木の根っことか石ころとか。形が面白いと何かが姿を変えちゃうように見えて、それと絵を描く時の参考にもなるし。本当にお前は変わった子だね。ただいま。あ、おかえり。なんだか臭いな。私はしませんよ。へじゃないよ、なんか腐ったような。そういえばさっきからちょっとね。押し入れだ。あ、ひょっとすると何？はっ、うわー、それだ。なーにこれ。猫の骨。猫？それから犬の骨も。犬！あ、母ちゃん！これは大したもんだ。波の子供では猫や犬の骨までは集められない。あ、徹底しとるとこが偉い。冗談じゃありませんよ。私はまだ胸がムカムカして。ご飯が食べられないんですけん。村木の家系じゃ変なものを集める癖があるんじゃないんですか。その癖はお前の方だろう。とんでもない。私のうちは名字台頭御免の家系で、家紋だってお殿様の裏紋をいただき、
蔵が2つか3つです。いやつまりわしの言うのは、村木の家には根気のない奴が多いということさ。村木という名字通りすぐ飽きるんだ。あ、とても茂のように根気よくはいかん。茂は私の家系だと言いなるんですか。いや、芸術的センスは村木の方かな。ところで芸術の話だが、わしはこれから映画館をやろうと思って。映画館、活動写真館のことですか。そう。銀行の方は土下するですか。いや、勤めは勤めだ。映画館は夜やればいい。今や活動写真はトーキーの時代に入って、これからますます芸術的になり面白くなる。田舎の人たちに良い映画を見せて新しい芸術を楽しんでもらうということは、この東京の文化を身につけてきたわしの使命ではないだろうか。反対です。え、何。お金がありません。ただでは始められんのでしょ。いえ、それはそうだが、その芝居小屋安く借りられるし。反対です。いや、だから安く借りる。反対。飯にしよう。また胸がムカムカしてきた。もう骨を拾ってきたりちゃいけん。特に猫は猫だと言うて生きちょる時から魔物の仲間だけん。10年以上生きちょる猫は尻尾が裂けた猫股になるんだ。猫股？どんな骨でも骨は土に返してやらにゃいけん。そうでないと魂がいつまでも迷っちょるけんね。うん。妖怪おるんか。おるとも。海坊主、海里、友和樹、水地あやかし、まだおるおる。そん中に成績上げてくれる妖怪おらん。そげなもんはおらん。ついてきたようだ。下駄の音がするけんね。する。逃げよ。逃げんでもええ。道を開けてベトベトさん先へ起こしって言えばいい。ほら、こっちへ寄って。とべとべさん、ベトベトさん、先へお越し。ベトベトさん、先へお越し。猫か犬の魂か、それともこの間浜へ上がった
自殺した人の霊か。もう絶対に本来拾ってこう。あれ土下した、腰が抜けてしもうたが。情けな四年生だな。俺した三回。食べちょるの？さっさと行かんと怒るよ。もう一杯だけ。いや、芋ができちょるね。大したことない。芋は夏になると増えるけんね。今のうちに落としちょいた方がええで。ナスのヘタでこすときなさい。栄養取りすぎるけんね、余計なもんができるの。次のページ広げて、式においては42÷3と書く。では100の5分の2は村焼き。は？はじゃない。おめえは土下してその遅刻の癖が治らんか。今や日本は国際的孤立に追い込まれるやもしれんのだ。その国家存亡の時に毎朝寝坊して遅刻して、それで日本男児が務まるか。廊下に立っちゃれ。はい、しっかり。しげるさん、どうか私を消さないでください。僕です。僕はイボです。あれ、ただのイボじゃなかったか。はい、僕はイボの形をした生物なのです。あなたのたくましい食欲のおかげで奇跡的に育つことができたのです。お願いです、どうか消さないでください。そう言われても邪魔だけんな。何の役にも立たないもん。置いとくわけにはいかないや。きっとお役に立ちます。どけな。成績を上げてあげます。何？どうやって？それでは試験始め。算術の一番できる子は廊下側の後ろから2番目の男の子。じゃあちょっと待っててください。村木、何をキョロキョロしとるか。は、お待たせしました。では1番から答えを言います。27、38、6、109、85。信じがたいことが起こった。今回の試験で全科目満点という快挙を成し遂げた男がいる。なんと村木茂なんだ。脳ある鷹は爪を隠すという。
それを見抜けなかった不明が恥ずかしい。今まで君に投げつけた罵詈雑言の数々、どうか許してくれ。先生、恥じないでください。先生のお言葉は愛の鞭でした。それがあったればこそ今の僕があるんです。よく言った。新藤優、きっと未来の総理大臣だがね。しげる、何枚食べてもええで。お肉屋さん買い占めてきたけんね。ただしたちもしげるを見習って頑張んのよ。しげさん、どげした？え？容器が漂っちょる。容器？妖怪に取り憑かれちょる。まさか。おい、お前は妖怪なんか。今頃気がついたか。そうさ、俺は妖怪だよ。こな！おっと待った。俺を消していいのかい？神道が御殿小僧に逆戻りしたら恥ずかしいぜ。前より一層バカにされるだろうぜ。それもそうか。それより今の神道のままでいた方が得なんじゃないかい。この国は試験さえできりゃいい国なんだからな。そげだな。試験さえできればみんなの扱いがこうも違うんだもんな。人生は実力じゃないぜ、策略の勝負さ。封じた。どうしたの？お札を剥がしちゃいけん。貼ってある間はイボには何にも聞こえんけん。聞いちょったんか？しげえさんの命に関わることじゃけん。命？イボの妖怪はだんだん大きくなってしまいにはしげえさんの体を乗っ取ってしまうんだ。本当か？手は一つしかにゃ。イボを体から離すことだ。1時間離れてたらイボは死ぬ。1時間。おい、お前なんかあのババアに知恵つけられたんじゃねえだろうな。そげなことないで。俺たちは仲間だろ。まあいいや。それじゃ行ってくるぜ。なんだ。うわっ！
本当の世の中良ければこんなもんで本当に大丈夫なんか。書いてあるところは妖怪には見えんのだ。わかった担任。許せるものか、許せるものか。助けて。何が良かっただ。遅刻した上に居眠りするんじゃ、何のために学校来ちょるのかわからんな。え？いらっしゃいませ。はい、どうも。いらっしゃいませ。忙しい。はい、いらっしゃいませ。お、わざわざどうも。いや、どうも。さあさあさあ、こちらこちら。どうぞごゆっくり。ありがとうございます。母ちゃん、仮装越えには反対しとったんじゃなかったか？女は永遠の謎だ。何？父ちゃんが言っちゃった。よう食べよう寝る子じゃのう、しげさんは。まあ、ずいぶん小さくなったな。